今回紹介するのは「新帝、孫子岩波文庫」という本です。孫子13編は中国最古の優れた兵書である。しかしそこに記された戦略・戦術の論議における深淵な洞察は広く人生全般の問題に適応しうるものである。 進出度の竹監資料との称号も経てまたさらに読みやすくなった新定番原文と読み下し文と現代語訳に平易な中を加え、巻末には重要極作品を付してある人生経験を積めば積むほど孫子の凄さに驚かされます。おそらく少年にこれを読ませても 全く理解でできないでしょう青年に読ませても所詮は古典だと軽蔑して関心を持たないでしょう。これの進化がわかるのはさらに歳を重ねてからでしょう。老年にもなればもっと読んでおくべきだったと後悔するはずです。実際にドイツ皇帝のビルヘルム2世はもっと早く読んでいればという言葉を残したようです。二度の対戦で負けたドイツや 第二次大戦で無謀な戦いを仕掛けた日本軍はもう少し損失を参考にすべきだったでしょう勝ち目のある行動は積極的であるべきですが勝ち目のない行動はヒップの勇みです以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします